なんだっけ、名前が出てこない、オデッセイ仕様。そう、オデッセイをね、あ、チームバトル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 、凝ってますね、演出が。なんかそろそろ、うわー。おー。CM で聞いたやつや。CM?CM CM っていうか、あの、任天堂の YouTube で聞いたやつや。おぉ。いいっすね。あ、ちょっと待って。あの、スティック動かしたらパスしちゃった。マジ?え?これ C ボタンって、あれなの ?A ボタン扱いなの?更新データの配信を開始しました。バージョンが、1.0 となってれば OK。OK なの今。パックフラワーを早期として受け取るには、ちょっと待って。あの、スマブラのさ、あの、なんか、なんていう、始まったぜよ。ちょっと楽しませてくれよ。ということで、皆さん、こんにちは。こんばんはかな?もしかしたら、アップロード、ちょっと、どのタイミングで上がってるかわかんないんですけど、ムーポンです。よろしくお願いします。あの、スマブラはね、64からなんで、あの、スマブラ歴19年、カッコブランクは、みたいな感じなんですけど、今回はね、スマブラやっていきたいなと思います。おお、来た!見てくださいよ、この記念日。初めてスマブラスペシャルを起動した。お?なんか獲得した。サーリャ。FE のキャラですね。はぁ、あ。お、始まったぞ。ちょっと待って、テレビの音が小さい。で、どうしようかな。早速、どうしたらいいの?大乱闘する?オンラインって、あ、ある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 、オッケー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 。これね。はい、オッケー。こいつ読んでねえなと。早速、やっていきますよ。あの、お、名札。名札、いいよ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 。あの、何?アイコン、アンナさんになってるよ。アンナさんでいいか。ヘクトルにしよう、ヘクトル。ね。で、カラーは赤。ムーポンカラー赤ですよ。で、とりあえずこれでいいかな。オッケー。早速始まったぜ。じゃあ、まずは大観戦からじゃなくて、もちろん、誰かと対戦をしていきますよ。ながら待ちっていうのがあったけど、何これ。ん?どこかの誰かと大乱闘。ほう。ということで、スマブラスペシャルの方を今日はやっていきます。今更で、一人で。優先ルールって何?今なんかあったけど、わかんねえや。まあいいや。ちょっと待って。アイクさんもルイージさんもいないんですけど。じゃあ、マリオかな?マリオかな?いや、ここはリンクで。とりあえず感で始まってしまった。あの、ね。今ちょっと裏でファイアーエンブレムの実況をやってるんで、まあせっかくなんでアイクを使いたいなと思ったんですけど、最初6人なんか、ルイージですらいないとは。一応初期のキャラなんですけどね。お?あ、なんか弓がかっこよくね、これ。ちょっと待って。あー、スタートボタンでズームできてんのか。あ、始まった。おぉ。初期キャラばっかり。あ、ネスおるやん、ネス。ネスあれやろ。隠しキャラやろ。知ってんで、知ってるみたいな顔するけど、知らない。始まってしまったけど、ちょっと待って、普通に歩いて、おお、ほいほいほい。で、これで連撃ができるね。やばいぞ。あ、え、元ネタ。え、ちょっと待って、吹っ飛ばし力が半端ない。まだ 60% でしょ。だいたいあの 100% ぐらいで倒せるって。なんであっちのリンク火ついてんの。あれ、なんかそういうコマンドですか?おお、なんか二人持っていったラッキー、嬉しい、ありがとう。ちょっと待って、これさ、あの、キャラ出すのって、やっぱ、10回ごとにみたいな、そんな感じでいいんですかね?それともストーリーモード進めていったら出るんですか?その辺がわかんないが、初めてビボ、あーちょっと待って。あの、回転切りで崖を掴もうと、キワキワのところ行こうとしたら死んだみたいな。っていうか、吹っ飛ばし力やばない。200% ぐらいなんかな、これ。なんか、おー、ちょっと待って。で、緊急回避ってどうすんだっけ?これか。OK。もう大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないぞ。巻き込まれている。
あの、アイクさんじゃないと戦えないんです、僕。アイクでも戦えるとは言っていないが。で、ほんまにでも吹っ飛ばし力高いですね。っていうか、アイテム出ないの？なんか、そういうルール。あ、そうか。なんか、あれなんですよね。ルールとかも、なんかその、アイテムがいっぱいとか、なんかいろんなルールがランダムで決まるみたいな、なんかそんな感じなんですよね、おそらく。なんかもうみんな、よう、おー助かった、今完全にカービィにやられてましたもんね。なんかこれあれですよね、みんなようわからんままに戦ってる感ないっすか。オッケー、下スマは範囲が広い。あーちょっと待って、なんかファイナルか、あー生きてる、あれ。僕もしかして全く死んでないっすか。そんなことない、そんなことないわ。さっき自殺したやんみたいな感じあるんですけど、ちょっと待って、意外とね、長いよね。5分か、これ。いやーですよね。もう123ですよ。ちょっと、カービィが、お前寄ってこいよっていう顔をして寄っているが、なんかすごい吹っ飛んだけど、失速が半端ない。なんかそういうモードなんですか。いやあ、ちょっと待って。あと1機。しかし結構生き延びた方ではないですか。そんなことない。横取りをしていくスタイルで、あ、そういえば投げとかありましたね。これブーメラン返ってくるんでしょ、どうせ。ちょっと待って、真ん中ダメ。うい。もうあの、なんかタイミングよくガードとか、そういうノウハウもなく。ちょっと待った。真っ先に死んでしまった。あの、ここからは、感染のムーポン、実況のムーポンでお送りしますよ。あれ？リンク、あ、子供リンクやったんか。あ、そういうことね。矢の色が違うのは、あの、通常リンクと子供リンクで、あの、色が違うっていうことですか。気あるんで、リンクの勝ちでしょうねっていう感じなんですけど、意外と倒した感はあったんですけど、やっぱり、あの、スマブラなんでね、先に落ちたら負け。それが、このゲームの宿命ですよ。なんか、あの、スコア的には勝ちみたいな、なんかそういうルールないですか。あの、キル数で。で、はい、リンク。ああ、違う。ですよね。ヤングリンク。ほう。なるほどね。で、やっぱ4位なんですよね。いや、でも僕結構倒しましたよ。ああ、3倒した。キル数で言うと、はい。じゃあまた違う部屋で。いや、スマブラいいっすね。世界戦闘力ナンバーワンっていうのになんかなりましたけど、どういうことですか？今一戦でしかも、最下位だったのにもナンバーワン僕もらっていいんでしょうか。次どうしようかな。マリオ何のテンションやねんっていう。マッチングでも早いですね。なんかあれですよね、なんかスマブラって言ったらこの街の間なんかね、この CP と戦うみたいな、 CP っていうか、お、もう準備 OK、 早い。おー、ファイアボール、マント、下 B はあれなんですね。あの、なんかトルネードじゃないんですね。へぇ、変わってる。前からでしたっけ。そこも不安だが、カラフルなマリオがいる。あれは、あれかな、あの、なんて言うんですか。なんだっけ、名前が出てこない。オデッセイ仕様。そう、オデッセイをね、あ、チームバトル。ちょっと待って、ずっとカービィ殴ろうとしてた。そういうルールもあるんですね。なるほど、いろんなルールってそういうことか。やばい、着地かられる。で、これ、ファイアボールでちょっと牽制していきましょう。で、なぜ真ん中に入ってしまった私は。で、今です、 OK、 OK じゃない。で、マント、あるやん、あれ、水あれ、ちょっと待って、出ないんですけど。あれ、あっちのマリオトルネード使ってましたよね。空中攻撃とかそういう感じですか。とりあえずスマッシュ使っとけ。ダメそれ。は？あ、回避使った後の上 B が非常にあれなんですね、隙があるんですね。あちょっと待って。で、この水どうやって使えばいいの？これでいいの？絶対違う。で、とりあえずキルは取ったが、詰めていこう。で、マリオがいいところにいて、で、リンクは、あの、上 B を使ったんで復帰をさせないために攻撃をしなかった。あの、復帰に余裕がなくて攻撃できなかったわけじゃないです。しなかったんで。あの、で、復帰していく。で、カービィ頑張れ。帰るぞ。で、味方を積極的に応援していくスタイルで、で、
あ、重い、ちょっと待った。あー危な、あこれでも、あこれ攻撃したら届くんか。お何それ。何使ったの今。その技僕にも教えて。なんか買った、完全にカービィのおかげです、ありがとう。あでも1キル取ってるんでね、はい。で、今度違う部屋行きましょう。またね、あの一戦交えたら、あの一戦ごとに違う部屋でやっていくスタイルで、でまあせっかくやから、カービィはおそらくストーリーモードで嫌というほど使う、じゃあピカチュウ。あの可愛いからという理由だけで選んでいくという、可愛いからという理由だけで選んだ結果、カービィかピカチュウかどっちか迷ったけども、ピカチュウを使っていきますよ。なんか慣れないゲームをするたびにその早口になるのやめえやみたいな。で上 B が、あの電光石火で、これがロケット頭突きで、あとは電撃ですね。オッケーオッケーオッケー。下 B なんだ。待って、アイスクリームランドってどこだ。で今度は特に、はーい。ちょっと待った、溜まってるから、それちょって、あそうそう、下 B は雷、ちょっと待って、ボコ、はー。回避をしていくが特に意味はなせなかった。でちょしゃがんでたら当たんないとかないですか。しゃがんでたらサムスの攻撃当たんないんじゃない、なんかかわいそう。今完全に流れ玉で、あのでちょっとなんかあのすごいサムスにいじめられてるんで、ちょっとあの乱闘に混ぜてください。あインクついてる、へえすげえ、なんか凝ってますね演出が。なんかそろそろ、うわー。ちょっと待って、もう今完全にうわーやったじゃないですか。ちょっとローラーに引かれた。これなんかフィールドに色が残ってるのはなんか意味があるんですか、なんかそういうただの演出。ちょっとダメージが入ってます、多分 50% くらい入ってる、これあのボムで死ぬやつ、あの爆風、小爆風で死んでしまうやつで、いやーちょっと待って、うわー。ちょっと待ってくれ。おい、もう見学だけになってしまったじゃないですか。でもうあのローラーがコロコロと引いて、でも1キルじゃないっていうことはあれですよ、あのカーボンローラーですよあいつ。で上 B はスーパージャンプなんですね、いいなぁ。お、しゃがみで避けた、すげえ。なんかことごとく避けて、いい感じにイカが頑張ってるぞ。であのメーターはインクのメーターがあるんですかね。あ塗ってると減ってる、あ落ちてきた、お復帰をした。ついついイカちゃんに目がいってしまうが、これダッシュの時もインクとか消費するんですかね。もうすでにあのインクリングの動きに対してちょっと興味を示しているんですけど、でいや、これは言うてる間にもう一騎打ちですよ。いやなんかね、この他の人同士の対戦でなんか動画を終わってしまうのもどうなのかなと思ったんですけど、そろそろね長いような気がするんですよ。ということで今回はここまでとさせていただきます。次はどうしようかな、もしかしたらストーリーをするかもしれないし、またこんな感じで対戦をするかもしれないんですけど、その辺はちょっと様子見でお願いします。あとファイアーエンブレムまだ録画してないんで、裏でやっときます。ではあとはスプラトゥーンやってねえわ。終わり長いで、言うてる間に試合が終わりそうっていうところではあるんですけど、ここまでムーポンがお送りいたしました。サムスの人強いよね。